ありがとう。廊下を歩いているだけで知らない人もお祝いしてくれて少し照れくさいねうん手紙とたくさんのリンゴが届いていたよ僕の実家は代々続くリンゴ農園でね一年中いろんな品種を育ててるからこの時期も送ってくれるんだ一人じゃ食べきれない量だったから学園の知り合いにもリンゴをあげてるんだけど クラスとマジフト部のみんなに配ってもまだ残ってるんだよね。君の周りにも貰もってくれそうな人がいたら教えてほしいな。とっちゃとかっちゃ、じゃんなかった。お父様とお母様、おじい様におばあ様、ひいおばあちゃんにおじさん夫婦とその息子も一緒に暮らしてるんだ。みんなで一緒にリンゴ農園をしてるの。 それでも手が回らないぐらい広い農園なんだよ。近所の人たちも農家ばかりだから、忙しい時期はみんなで協力し合うんだけど。そのおかげで、みんな家族とか親戚みたいに来やすい感じ。一年で一番忙しい収穫時期が終わると、移動会があるんだ。収穫物やおかずを持ち寄って、お祭りみたいな大騒ぎ。もう、単ゲ金ンー。あ、 楽しいかな実家の農園にあるリンゴの木は背が高いから大変かな脚立の上り下りで結構疲れるよでも魔法が使えれば別ほうきに乗って木から木へ移動できるからとっても楽に収穫できるうちはおばあちゃんとひいおばあちゃんが魔法を使えるんだだから高い場所はいつも2人の担当 小さい頃、僕も二人の手伝いをしたいなと思って、毎日ホウキにまたがって飛び跳ねてたら、ある日、本当に飛べたんだ。それからは飛行術が必要な収穫は三人でやってるよ。 ヤギ肉、ぐ、たんげめっきゃほべだごおじでまるじっかさいだごろ、おやぐだの近所だの、お人なも子どももあずまって、うってバーベキューしたんだね。すみであいだ、かだまりのままのにぐさ、かぶつくんだわ。あらげぬくいがだですっかどいっきゃあど、とれだばりの野菜だっきゃ、やぐだけであめぐなるはんで、なんもつけねえでくっても、たんげめんだよ あ、ででも一番好きな食べ物はマカロンなんだかかわいいよね甘くていろんな味があって食べ応えはないけどマジカルホイールかな見た目が力強くて動作もパワフルなのにカーブではしなやかに動いたりして。 小さい頃からすごくかっこいいって憧れてたんだ。近所に持ってる人がいたから時々乗せてもらってたんだけど。初めて乗った時は興奮しちゃってその日の夜は眠れなかったぐらい。はぁ、あ、いつか自分のマジカルホイールを持ちたいなぁ。 マジカルシフト部だよ最高に楽しいんだ自分より大柄な選手に向かっていくのは興奮するしゴールを決めた時なんか超爽快でも入部した頃は下手だったからリスクを取り合う時によく怪我をしてさ鼻と頬をすりむいた時なんかビルさんに自己管理がなってないってすごく叱られたよあんまりお説教されるから正面から挑むのはやめて 相手のをを打つようなプレーを練習したんだ。そしたらこの間僕を止めようとした選手をきれいにかわすことができてうれしかったなしかもその後レオナさんが次の試合出してやってもいいって言ってくれたんだ怪我をしてビルさんに叱られる機会も減ったし入部した頃よりは成長できたと思う。 ありがとう。でも大丈夫。僕根性だけは誰にも負けない自信があるんだ小さい頃から見た目だけで弱そうなやつってからかわれることが多かったんだけど年上にも強い相手にも諦めず挑み続けて最後にはみんな返り討ちにしてやったそのうちに学校ではフェルミエンチの毒リンゴって呼ばれるようになったんだ見た目とは裏腹に しつこくて恐ろしいやつっていう意味なんだって。はは。